ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が AMG A45S、 こちらをご紹介させていただきます。やってきました。やってきました。すごいの。そうです、はい、来ちゃいましたね。しかもただの A45 じゃないんですよね、はい、そうです、はい、限定車ということで、はい、限定でございます、はいはい、エディション1になです、はい、その出た年を記念して、そうですね、はい、作られたもの、はい、作られたもので、まあ、いろいろなところがちょっと特別装備が盛りだくさんなのと、はいはい、でまず前回りからいくと、なんかめちゃめちゃかっこよくなりましたよね。そうですね、なんかこれ本当に A クラスというような、なんかやぼったさがなくなったというか、なくなりましたね。ものすごいなんか精悍な顔つきになりましたよ ね、 ね、はい、今やっぱりこうヘッドライトが最近の発表された車はやっぱりこう細長い縦長のというか横長のというかなってまして、まあそれになってから、まあ何ていうんですかね、ワイド感も出て、まあそのコンパクトさも、まあ実際コンパクトなんですけど、まあ以前よりももうちょっとこうワイド&ローに見えて、あのすごくスタイリッシュになったのかなっていう感じですよね、はい、確かにこうヘッドライトの形、こう、まあ、賛否分かれるところではあると思うんですけど、はい、結構効いてますよね、デザイン。効いてると思いますこれは、はい、本当になんか低くワイドに見えるというか、はい、そうですね。そして意外にこのヘッドライトってこのチューブの部分に目が行きがちなんですけど、はい、なんかこれ LED こうプロジェクターの3連なんですね。そうなんですよ、3眼の LED になってまして、この辺もちょっと こだわってるというか、なんかあのデザイン的にすごくいいなと思いますね、うん、よく見るとちょっと複雑な形でちょっと目を引く。そうですね、そんなヘッドライトですね。でグリルはしっかりパナメリカーナなんですね、はい、今なんかもうこのヘッドライトの形とこのパナメリカーナグリルだと、はい、まあ、なんか GT4 ドアみたいな、はい、そうですね、本当にもうなんかそんなイメージ、634ドアって一瞬見えちゃうような、はいはい、それぐらいなんか似せてきてるというか、そうですね、共通性のあるこうデザインになってますね。なってますよね。でバンパーのこのなんていうんですか、このデザインの仕方も左右こうつながるような、はい、流れるようなデザイン、ね、デザインになってますよね。本当にちょっとパッと見前だけ見ると A クラスに見えないですよ、ね、見えないですよね。なんかものすごくかっこいい車になってます。そしてボディカラー今回すごいんですけど、これは、はい、マウンテングレーマグノになってますね。マグノっていうことはもう定番の、そうですね、はい、後系の得意のお色になってます、はい、カラーでちょっとこのメカメカしい感じに、そうですね、本当に機械チックなっていうか、なってます、ね、なんかそんな感じのお色ですよね。でまたこの色ってなんかこう濃淡が結構よく出て、ボディラインのこのプレスラインが、そうですね、はっきりこう見て取れるように、多分今ボンネットのところちょっといい感じで今光当たってるんですけど、ちょうどこの山になってる2つのところがこう、まあ、影と光で、まあ、すごくこうシルエットがよく出るお色ではないかなと思います。こう真っ白とか真っ黒よりかもなんかちょっとこの立体的に見えやすい、そんな色になってます。そしてこれバンパーのこのカナードというか、はい、これ純正でやっちゃうんですね。そうですね、なんかあのいつもだと私どもで後からつける的なものがついちゃってます。どっちかというとちょっとアフターマーケットのパスみたいな感じですけど、しっかり。そして下はこれリップというかこのバンパーの下側につながってるんですね。そうですね、そのままこう流れるようにつなげているような形のデザインですね。しかもこの固定もなんかこう見えないところから止めるんじゃなくて、はい、表からですよ。そうです、そうです。こんなのあります。純正でこれやっちゃうんですね。そうですね、逆になんかちょっとレーシーな感じはしますね。確かに、はい、ものすごいレーシーです。そして横に回っていくと車高もやや普通の A クラスより下がってる感じですね。若干そうですね、下がってますね。そしてホイールがまたこれ車外感がもうすごいです、はい、ありますね。これ純正なんですよね。純正です。最近他のクラスでもこういうなんていうんですかデザインが使われてまして、まあそれをまあ踏襲しているというか、なるほど、ね、ここを厚く取ってる。そうですね、すごくレーシーですよね、はい、最近結構レーシング系のホイールでもここ厚く取ったりとか、取っても多いですよね、まあ、車外なんかでもこうレーシーさをなんか強調するのでここを厚めに取ったのなんかよく出てますけど、はい、まあ、純正でこんなのがついてると。そしてブレーキがもうこのサイズの車につくブレーキじゃないんですけど、ここだけ見ちゃうと、え、これ何の車？本当ですよね、って感じですよね、はい、これどうなってるんですか。一応6スポットですか。6でしょうね、これ、はい、ただサイズがローターのサイズもキャリパーのサイズもちょっと本当にコンパクトにつけるサイズじゃないですね。ですね。でスペック的には、まあ、エンジンルームでも触れますけど、はい、なんとびっくり400馬力オーバー、はいはい、421出てますね、はい、それをやっぱりこの受け止めるにはそうですね、まあ、これぐらいこのくらいあった方が安心ですよね、うん、もうビジュアル的にもそうですね、はい、やっぱ見た目でこうインパクトを与えて半端じゃないですね、はい、
あとはまあ性能的なところでもしっかり効くっていうのがやっぱり、抜かりない必要ですよね。そして横のエンブレム、ここターボ、フォーマチックということは四駆なんですよね。四駆です。ただ FF 寄りの四駆ってことで、100、0もしくは50対50まで、マックス50対50までの、はい、どっちがマックスって言えばか分からないですけど、そうですね、はい、基本的には前寄りの四駆っていうことで、はい、そして横はやってきました、エディション。そうですね、はい、このステッカーが入ってると、あ、エディション系だみたいな、一目で分かるステッカーですね。非常に目を引くイエローのエディションのステッカーが貼ってあります。はい、そして横のこの辺なんかもグロスブラックというか、艶ありのブラック、はい、そうですね、これもエディション1、限定というか、ブラックアウトをしたっていうものになってます、最初から。なるほど、はい、で窓枠だったりも全部黒で、はい、この辺も全部黒でエディション1限定ですかね。ただそのドアのグリップなんかはこれメッキなんですね、はい、そうなんですよ。ちょっと残念ながら、ちょっとまあ最後いつもカスタマイズのお話で触れられるんですけど、多分最後にまたここ言います、きっとちょっと合わせたいですよね。合わせるか同色がいいですよね、はい、ボディと。確かに、はい、ちょっと浮いてる感じが少し感じてしまいま す。そして後ろのホイールも同様のデザインで、キャリパーは片押しですけれども、ね、しっかり AMG のロゴが入って、はい、赤いタイプの、はいはい、そんなキャリパーになっております。そして後ろまたすごいですね。いやこれまたね、本当すごいんですよね、後ろ。上からいくと、まずこのスポイラー。そうですね。これもちょっと、そうですね、車外感をちょっと感じちゃいます。感じますね。これ純正でこんなちょっとエッジの効いたそうですね、横がつながりつつ真ん中に支柱が2本立ってるんですね。そうですね。この前私ミニのジョン・クーパーの GP、はい、見たんですけど、 あれもすごいっすね。あれもすごいじゃないですか。まあそこまでではないと思うんですけど、これもすごいなと思って、これを純正でやってきちゃうのか。そうなんですよね。ただちゃんと縁なんかはこう一段高くなってて、はい、しっかり効きそうなデザインですよね。ありますね。そしてテールランプなんかもちょっと他のシリーズにもつながるような、はいはい、新しい世代のこのテールランプが採用されてます。でしっかりエンブレムは AMG と A45S と、ね、はい、なんか車ちっちゃいんでエンブレム大きく見ちゃう。それそうですね、ちょうどやっぱり開くところ の、 このゲートの位置に収めているんで、なるほど、やっぱり幅がないもんですから、うん、よりこうちょっと大きく見えるのかなって気がしますね。そしてこのバンパーがすごいんですけど、これすごいですね、ボリュームというか、まあこう厚さもあるじゃないですか。でさらにはそのディフューザーのこの下のところの、これもすごいですね、はい、これ本当に純正なんですか。純正ですね。そして低い、低いね、これコンビニバックで駐車したら遠赤やっつけちゃいます、ね、そこがちょっと正直心配なので、皆さん十分気をつけていただきたいなっていう。これはちょっと危険ですね、本当にこれぐらいしかないんで。そうですね、この奥はもっとないんで。ただ形状すごいですね。すごいですね。なんかもう本当に純正とか、はい、チューナーでもなんかその老舗チューナーがやりそうな感じじゃなくて、なんかこう新生チューナー、ちょっと勢いのある新しめのこうメーカーとかチューナーがやりそうな、それぐらいなんかちょっと攻めたデザインというか。そしてテールもこれマフラーカッターもしっかり AMG の刻印が入ってて黒くなってるんですね。はい、こちらもブラックアウトされてますね。これも標準ですね。これカッターだけなんですね、中身は。そうですね、中身は奥にあります。なるほど、そんなマフラーになってると。いやこれ外観からもちょっとただものじゃない感じが、はいはい、漂っております。はいはい、まあ後で試乗で、そうですね、楽しんでもらえる、はい、ちょっと、はい、いいかなと思いますじゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、はい、どうぞ。うわ、内装かっこいいじゃないですか。そうですね、だいぶこの辺のデザインも変わりまして、これ黄色いの至る所にこのイエローが使われてますけど、はい、これがエディションの、はい、そうですね、ステッチになってる所なんですね。まずドアから行くとしっかり上真ん中イエローのステッチが入ってて、ここだけちょっとグレーになってるんですかね。そうですね、ちょっとこう、まあ、しっかりめのレザーというか、レザーですね、はい、スベスベ系のレザーじゃなくてしっかり系のレザーで、この辺のデザインも新しいですね。そうですね、今回このデザインになりましたね。なるほど。そしてびっくり、なんとベンチレーションがついてる。はい、ベンチレーション、このセグメントでベンチレーションついてるのって珍しいですね、はい、そうですね、あんまりというかないんじゃないですか。ほとんどないですよね、はい、ちょっと僕もあんまり記憶ないですね。シートヒーターはまあ最近ついてる車も増えてますけど、はい、シートヒーターに加えてベンチレーションもしっかりついてると。ただ調整の範囲は
まあさすがにそんなにきめ細やかに できる感じではないですね、はい、まあ、前後の上げ下げとリクライニングどって感じでしょうか、はいはい、こんなドアになっております。そしてシートがやってきました、はい、そうですね、かっこいいです。あのパフォーマンスシートがついておりますので、これレカローですよね、はいはい、まあ、他のエディションとかそうです、ね、はい、にもつながる同じ形状のシートなんですけど、デザインもなんかちょっとそうですね、ちょっと違いますよね。違いますよね、変わりましたね。なるほど。またこうなんていうんですか、革のこの使い方というかパンチングと、あとはまあイエローのラインと、まあ、すごくおしゃれな作りになってますね。そうなんです、おしゃれなんですよね、はい、新しいです。そして背中座面触れるところは全部パンチングになってる、はいはい、そしてセンターのアームレストというかコンソールも全部イエローのステッチが、ね、はい、入ってますね。そしてこれダッシュボードすごいですね。そうですね、もう完全に次世代ですね、はい、変わりましたね、だいぶ。こう他のモデルもそうですけど、このつながった液晶のメーターと、はい、そしてこう2段になってるというか、う、ね、上のこのレザーの部分と手前のこの盛り上がってるとまた段ができてって感じですね。これ手前はこれパンチングになってるんですか。これ一応多分成形の脂肪だと思うんですよね。ああなるほど、はい、なんか貼ってあるわけじゃなくて、じゃないですね、こういうちょっと柔らかめなプラスチックというか、はい、ゴムかな、ゴムですね、ゴム系の、まあ、でちょっとパンチング風 な、ね、風な、はい、素材になってますよね。なんかもうものすごい高級感を感じるというよりかは、はい、ちょっとこう新しいおしゃれな感じの、ね、感じですね。エアコンの吹き出しとかもいいです ですね。もう本当にアンビエントライトがつくタイプ、これ光るやつなんですね、はい、光るやつなので。なるほど、じゃあ車外の光るやつに交換しなくていいんですね。もう最初から光ってますんで大丈夫です。そしてステアリングもこれもうあれじゃないですか、それこそ本当に GT とかと、まあ、そうですね、ですよね、はい、同じ形状というか形状です、ね、ステアリングになっていると。ですからところどころこう見ていくだけで、まあ、本当に一クラス上二クラス上のような作りになってきているので、確かに、まあ、乗ってみていただくと分かるんですけど、乗った時 その高級感とかも味わえる贈り物になってますね。なるほど、はい、まあ、ところどころそのなんていうんですか、例えばそのシートの調整とか、はいはい、まあ、まあ A クラスだよねっていうところもありますけどね、はい、ハンドルとかシートと か、 なんか単体で見ると A クラスに思えないですね。思えないですよ、はい、すごい。ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。はい、どうぞ。スカッフプレートはしっかりこの光るタイプの、そしてマットもちゃんとイエローのラインと、はい、そうですね、イエローの AMG とおしゃれなのがしっかりついております、はいはい、ちょっと乗ってみます。ちょっと待った方がいいかもしれません。このシートは安定の、はい、エディションのシートです。ホールド感高めの、もうレカロしっかりしてますね。横もサイズサポートも結構固めで、ただタイトすぎず、はい、ちょうどいい感じです。でハンドルはやっぱりいい感じです。いい感じ。ただ横結構縦長すか。そうですね、ここがちょっとシェイプしてあるような感じしますよね。そんな感じしますよね、はい、ちょっとここがへこんでるというか削ってあるというか、で全部アルカンでイエローのセンターマーキングも入ってて、非常にレーシーなステアリング、もう手に吸い付く。そしてパドルもしっかりついております。でモード切り替えと、この辺がバルブとアイドリングストップでしたっけ。そうですね。でこの辺も全部共通なんで、まあまあこの辺は使いやすいんじゃないでしょうか。そして特徴的なのがこのセレクターレバーとワイパーウインカー、はい、ちょっとこの辺はA クラスを感じてしまいますね。そうですね、はい、以前の、A45 とかその辺ですと、あのコンソールの方にちゃんとシフトがあって、まあ、その辺は他のこう同じクラスの車と分けてたんですが、今回は全部このコラムシフトっていうんですね、これになってます、ね、はい、けど他のモデルと共通にしないんですね。そうなんですよね、ちょっとモダンといえばモダンですけど、はい、もうちょっとこう高級感上げてほしかった。そうですね、あってもいいかなって感じしますよね。しますね。そしてメーターは、メーター自体はそんなに大きくないですけど、やっぱりこれ横につながってるだけあったり、かなり見やすそう。そうですね、そんなメーターになっております。あ、でヘッドアップディスプレイも、はい、ついてます、はい、しっかりついてるんです ね。なるほど。じゃあちょっとナビ周りも見てみたいと思います。あ、っていうかこれもうここがかっこいい、ちゃんとパナメリカーナグリルになってます。なってますね。でもライトこんなに青くねえだろ。ちょっと強調しすぎですね。最近に限らずですけど、ちょっとメーカーライト青くしがちですよ、はい、ちょっとオンにすると、あーなるほど、はい、こっちは他のモデルでもちょっと見慣れた感じ。そうですね、ちょっとしますね、このレイアウトとこのナビのデザインと、はい、でこっちはしっかり A クラスに
なってて、はいはい、ちゃんと全部このこのパッドに振動が伝わってくる、ね、はいはい、感じなんですね。そしてメディア関係はこれ一通りテレビなんかもついてるんですか。はい、テレビはついてますね。なるほど、しっかりついてると、はい、ついてますね、はい、しっかりこの辺もついてると。なるほどなるほど、はい、マイクロ SD カードは挿しませんすいません、はい、でこれカメラとかもこれかけないとですかね。あ、そうですね、切り替えが、あ、しっかりこの辺もついてると、はいはい、あー、なるほど、はい、もうなんかさすがメルセデスですね。そうですね、はい、まあ、ドア開いてるんで今360度は出てないですけど、360度も、はい、バックもなんかちゃんと画角を変えてそうですね、しっかり表示ができるという。フロントカメラ便利ですよね。そうなんですよ、本当ギリギリ通りたい時とか、はい、まあ、これ切り替えていただいて見ていただけると安全にこう確かに、はい、できる。これだってこのもう肉眼じゃ見えないその角の隠れた自転車が見えちゃってます。見えてますからね。やっぱり T 字路出る時とか狭い道なんかもしっかり使っていただけるという、はい、こんな装備も充実してる、こんなナビ周りでございます。で今気がついたんですけど、なんとドアがめちゃ開く、こんな車あります。すごいですよね、ほぼほぼ90度に近い角度が開きます、ね、普通ここぐらい前ですよね。そうですね、もう一段開くっていう、ね、はい、さすがのこのドアブレーキの長さ、これなんか乗り降りしやすくとかそういうことなんですかね。そうでしょうね。なるほど、はい、ちょっとその辺も不思議な感じがします。そしてダッシュボードやっぱりおしゃれです。助手席側のこのプレートも AMG のロゴとちょっと幾何学模様が入っておしゃれな感じでございます。そしてセンターのコンソールはやっぱりこのエアコンの吹き出しの主張がすごいですね。そうですね、しっかり周りがピアノブラックになってて、でエアコンのこの操作系はもう統一されてて使いやすそうです、はいはい、温度だったりシンクロだったり、あ、ハザードスイッチここについてるんですね。そうですね、真ん中ですね。ちょっと割と高級感が、質感も悪くないですね。そうですね、はい、そしてこっちのコンソールの方は、あ、はい、全部蓋なんかもちゃんとピアノブラックの蓋がついてて、はい、中にはドリンクホルダーと、あ、しかもこれ携帯のあれじゃないですか。そうですね、はい、置くだけで充電できるやつもついてると、はい、で USB、 あ、 USB というかタイプ C ですね。はい、タイプ C に今変わってきてますね。新しい。そしてナビのコントローラーと、はい、カメラ、この辺のナビ操作関係と、はい、これ新しくなりましたね。そうですね、ちょっと使い勝手良さそうです、はい、ただまあ左ハンドルようなんでそうですね、左手でやっていただかないといけない、ね、まあ、文字入力なんかあれですけど、でも、はい、ここ触る部分かなり大きいんで、そうですね、割と使えるんじゃないかな。そうですね、あとモード切り替え系が、あ、電子制御の足回りもついてるんですか。あ、ついてます。なるほど、はい、でバルブの開け閉めとかそんなのもついてると。そしてコンソールはバカッと左右に開くタイプで、 USB が、あ、ここもタイプ C なんですね、はい、っていうか全部タイプ C ですね。そうですね、はい、がついてると、こんな感じの内装になっております。はい、でルーフ関係は黒のファブリックで統一されております。バイザーは、まあ、ちょっと寂しい、そうですね、こうビニールというか、はい、プラスチックのというか、はい、A クラスらしいと、はい、らしいというあんまりそういうこと言うと怒らそうですけどそうですね、まあ、A クラスこれだよねっていう、はいはい、いやちょっとところどころなんかこうえっていう、こうハンドルとか、そうですね、シートとか高級感が非常に らしくない、いい意味でらしくない、そうなんです、はい、すごいのがついております、はい、そしてサンルーフとかは特になくないですね、はいはい、でこのハッチなんで、ハッチバックなんで後ろの広さはまずまずといった感じでございます、はい、ちょっとじゃあ後ろも乗ってみたいと思います。っていうか思ったんですけど、ドアもめっちゃ剛性感ありますね。まあ、そうですね、閉めた時の音とか全然変わりましたよね。なんかいや、さすがにドアめちゃめちゃ軽いですけど、はい、あの S クラスみたいなすごい重厚感ってないですけど、はい、こう閉まった時のそうです、ね、質感が上がった感じっていう、はい、全然よれてる感じというか、ないですね、剛性足んない感じしないですね。あ、後ろもヘッドレストちょっとそうですね、フロントみたいに、はい、ちょっととんがった一体型のヘッドレストになってますね。しかもこのステッチもなんかフロントと共通性を持たせた、
しかもなんか横もなんかちょっと出てません？出てます。あのサポートなんかもしっかりしてますので。ですよね、はい、ちょっと前にと共通性を持たせたような。そうですね、そんなデザインになっております。内側はあの5人乗りなのでさすがにちょっとこう高くはできないので、あの低くっていうか、まあ、なってますけど。確かにシート、はい、低い低いですよね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。めっちゃ低い。低いですか、はい、これちょっとびっくりするぐらいシート低いですね。座面がこう太ももの裏がこうくっつかない。そうですね、ちょっと浮いちゃってますね、はい、足の短い僕ですら浮いちゃ う, そうじゃあそこなんて答えたらいいんですか。こんな空気が流れましたけどそうですねって言っとけばいいですかね、はい、いや普通の人だったら多分こうなっちゃうぐらい、そのぐらいなんか椅子が低い。ただスペース的なのは全然タイトさはないです。まあまあ乗れます。ただ背もたれ割と直角。そうですね、そして固めなんで、まあ、ちょっと快適ではないです。 E クラス全体的に言えますけどちょっとこう角度がきついというか。なるほど、はい、まあ車のサイズ的にもそうなんですよね、そんなに余裕がある感じではないんで、まあただ普通には乗れる、はい、まあ、特にお子さんなんかであれば全然しっかり使ってもらえるんじゃないかなっていう。そして後ろの装備としてはエアコンの吹き出しが2つ、そしてここに、まあ、ちょっとした小物入れ的なのとか、はい、USB、またここもタイプ C、はい、全部タイプ C ですね、はい、今もタイプ C に変わってます、はい、2系統ついてて、はい、収納関係は特にはないんですね、はい、アームレストが、あ、アームレストも収納はやっぱりないんですね、はい、ドリンクホルダーが2つ、はい、ドアだけですかね、収納というか。ちょっとしたものが入りそうなのは、ドアポケットに少し物が入るかなっていう感じですね。ここにちょっとついてると。で、あとは中シートがやっぱり低いだけあって上のクリアランスは結構十分に取れますね。これ僕身長175ですけど拳1個分以上、はい、座高かなり高めですけど取れてます。ただそこから後ろが極端に下げてあるんですね、これ。そうですね、そこからちょうど今トッチの頭の上あたりから下がっていくような感じですね、はい、これってボディこうなってましたっけ。ボディもそこから下がっていくような。あ、なるほど、はい、じゃあ本当にこう人が乗るところはギリギリまでスペース確保して、はい、ここからちょっとこうデザイン優先というか。そうですね、になってるんですね。ただ内装の方がよりこう急に下がってるイメージですかね。なるほど、はい、感じますね。そして後ろのこのトレーに関してはまあちょっと狭い。そうですね、まあさすがにワゴンじゃないんで、はい、そうですね、そんなに、はい、広さは感じないですけど、まあトレー取っちゃえばまあ、トランクにもすぐアクセスできますし。そうですね、スルーにはなってないんですよね。スルーにはなってないです、はい、こんなリアシートでございます。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクはこれ足で開けるやつとかもさすがについてないんです、ね、もしかしたらついてるかもしれない。本当ですか。はい、ついてないです。すいません、すいません、はい、でもちろん手動っていうことで、はい、はい、こんな。でもこれってなんか名残的なのがあるんですね。そうですね、はい、ただ今回は車ついてない。前世代の A 関係、まあ、CLA とかそうですけどついてるのはついてたりしますんで。あ、そうなんですね、はいはい、なんかその部品共通かなんかの関係で、はい、影響じゃないのかなって気はしますけどね。どこの辺は、まあ、ちょっと車1000万円近いですけど、はい、手動ですってことで、はい、ご愛嬌で、はい、もうその分あのワクワクする方にもう振ってますんで、はい、完全に振ってる車なんで、はいはい、そんな仕様になってます。でトランクもまずまずといった感じの広さじゃないでしょうか。しっかりゴルフバッグなんかはやっぱり倒さないと。そうですね、あのちょっと横には入りませんので、まあ、どちらかシートを倒していただいて、まあ、縦積みというんですかね、していただく形になりますね。ただ、さっき見た通り、はい、座面低いんでこれ倒せば結構高さ的なのも稼げますよね。稼げますね。ですよね、はい、あー、だってこれだけ床低いのに、はい、だってほぼフラットになるじゃないですか。なります、はい、じゃあ結構容量的には取れますね。取れます、取れます。なるほど。そして横にはちっちゃい収納とこの下もあったりするんですか。あります。 あるんですね、はい、ああなるほど、まあ、最低限のそうですね、はい、応急キットだったり、はい、あ、パンク修理キットも奥にしっかりはまるようになってる。入ってますね、はい、ついてると。あ、サブウーファーもついてるんですね。そうですね。なるほど。こんなトランクでございます。いや、使い勝手良さそうですね。
本当に何ですか、荷物も積めますし、まあ、確かにそんな広い車ではないので、じゃあ大人4人でってなると若干窮屈感はあるとは思うんですが、まあ、全然問題なく使える車だと思います。もう1人2人メインで使えます、はいはい、たまに荷物積みますぐらいだったら全然十分、はい、全然十分ですね、はい、それでいて本当に楽しめる車なので。そうですね、はいはい、どっちかというともそっちですか、ね、そっちですね、はいはい、こんな感じのトランクになっております。はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。エンジンがなんとしっかりあれなんですね、はい、AMG の伝統に習ってワンマンワンエンジンでしたっけ。そうですね、今回のこのエンジンは今までの先代までのエンジンは、まあ、基本的に、ノーマルエンジンを、まあ、ブラッシュアップして、まあ、馬力を出してたって感じなんですけど、今回こちらのエンジンはシリンダーブロックが専用のものに変わってて、さらには AMG の方で手組みで、はい、エンジン組み立てますので、もうしっかりサイン入ってますね、はい、読めません、はい、ただこの方がもう一からそうですね、はい、組み立てて最後エンジン、はい、乗せてって感じですね、はい、まで、まあ、乗せてまで入ってないです、入ってないですね、組み立てて完成させるところまではこの方が、はい、やってます、はい、やってるっていう、まあ、伝統に習って、はい、しっかり AMG の DL が組み込まれたエンジンだね。そしてタービンがでかい。でかいですね。こんなでかいんですか。でかいですね。びっくりしたんですけど本当に、はい、僕ミニのメカやってたじゃないですか、はい、1600ですけど、はい、まあ、後期っていうかそのモデル人事2000になったんですけど、はいはい、タービンこんなでかくないですよ。そうですよね、一回り二回り、いやいや感覚的に言ったら本当二回りぐらいでかい感じですね。ですね、で馬力がなんとびっくり、はい、421馬力出てます、はい、もうあれなんですね、リッター100馬力じゃないですね、もうリッター200馬力ですね、200馬力なんですね、はい、すごい、はい、もうだから本当にそのもう排気量的に言うと本当に 4000cc とか 4500cc とか、はいはい、それぐらいの馬力ってことですよね。です、はい、それがこのボディに積んであるっていうんで、はい、相当なんかこうタービンにこうちょっとただものじゃない感じは感じますけど、はい、なんかここだけ見るとそんなの全然、ね、まさかこれ400馬力って思わないですね、はい、大きさですからね、はい、でしっかりなんかカーボン調っていうのですか、ね、ですね、これは、はい、ちょっとカバーもついてたりとか、そしてターバーなんかもこれ、そうなんですよ、純正なんですね、おまけにちゃんとえ、かっこいい、はい、ロゴ入りというんですかね、これだけ飾っておきたいですねすごいですねこれ、はい、アルミですかね、アルミだと思うんですけどね、しっかりしたターバーが入っております、はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。スモールがこの上のこのチューブが光る感じですね。そしてロービームは外側の LED だけ光ります。そしてハイビームで内側2つも光る感じですね。そしてウインカーはスモールのところが色が変わるとミラーの端が光ります。続いてリアも見てみたいと思います。はい、リアはちょうどこの上の枠がスモールで光る感じですね。そしてブレーキは外側とハイマウントが、そしてバックは下の外側がそれぞれ光ります。そしてウインカーは外側が光りますね。でバックフォグは運転席側のトランクのゲート側ですね、こちらが光ります。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。全国出張買い取りいたします。欧州車の買い取りはボンドカーズまで。じゃあ行きましょう、はい、あれシートベルトなんかこれなんかちょっと、ね、ここがでっかいですね。面白かったりしてますね。椅子を、うわこのおしゃれ、このスイッチも、ね、すごいですよね、なんか全然変わりましたもん。もう世代がもう一つ新しいですよね。そうですね。わ結構下がりますね。結構下がります。ちょっとハンドルも、あハンドルはさすがに手動ってことで。そうです。はい、ここまで電動だったらびっくりしますね。お約束の手動みたいな。
OK です、はい、え、バックこんな音するんですか。あ、そうですね、今なんか、メルセデス今全部これです。これじゃない、全部じゃないですよね、全部じゃないと思います。新しくなってきてるものからこれになってる気がします。なるほど、もう次の世代のやつやな、これなんですね。そうですね。じゃあ421馬力でしたっけ。421馬力とりあえず全開してみますか。いいですよ、やっぱり面白いですから本当に。これはちょっとやばそうな感じが。でもなんかそのライドコントロールサスペンションでしたっけ、はい、それが効いてる、そう、それが効いてるのか、なんか全然不安な感じですもん。あ、出足は全然普通に、もうちょっとなんかこうピーキーで扱いづらいかなと思ったら、はいはい、普通に出足はなんか最大トルクが5000回転ぐらいで出るみたいで、はいはいはい、下がちょっともう重いのかなって思ったらなんかそうでもないみたいなこと書いてありましたよね。なるほど、ああ全然使いやすいっつって。モードがまだコンフォートモードなんで、アイドリングストップじゃあオープンにして、とりあえずこれで乗ってみますね。はい、もうハンドルめっちゃいいです。もうなんか A クラス乗ってる感じじゃないですね、ハンドルが。そうですね、うん、ハンドルだけ見ると本当にもう GT とかその辺もこんな感じですよね。そうですよね、 GT4 ドアとなんか、はい、63もこんなあれですよね、 G63 もこんなステアリングですよね。そうですね、ステアリング今そういう形に変わってきてますね、この世代のやつですよね、はい、そしてこの全部ある感が、そうですね、またレーシーなこう、うん、もう手に吸い付くような、うわ、え、コンフォートなのにめちゃめちゃいい音してますね、はい、コンフォートからいい音です。わ、ていうかステアリングがちょっとこれ縦長なんで、はい、もうこう切った感じもすごくレーシーです、はい、書いてありましたもん、ちょっとそのレビューで、はい、あのその自動車評論家のやつですけど、はい、もうこれホットハッチじゃないっていう、はいはいはい、ハッチバックのスーパースポーツと。そうですね、確かにこれちょっともうホットハッチ通り越しますね。そうなんですよ、なんかもうおしゃれだし、ちょっと僕もさっきくるっと一周ガソリン入れついでに回ってみましたけど、はい、めちゃめちゃ楽しかったですよ、これ。これは楽しい系の車ですね、はい、ちょっとどっちかというと AMG だとなんかこう、まあ、もちろんその荒々しさとかもあるんですけど、はい、どこまで行ってもこう安定感がこう、はい、さすがにこれはちょっとそれを通り越してちょっと乱暴な感じがしますよね、はい、しまってますね、しますね、かなりとんがってます、はい、ヘッドアップディスプレイめちゃ見やすい、そして足回りは、まあ、多少固めではあるんですけど、そんなバタつく感じはしないです、はい、そうですね、ないですね、普通に乗れちゃいますね。ただやっぱりちょっとこうスポーティーな味付けにはなってますね、コンフォートでも。タイヤミシュランですよね。ミシュランです、うん、いいな、いや、いい感じですよ、うん、全然扱いにくさは全くないです。ブレーキのタッチも良好です。なんかそんなどでかいキャリパーのブレーキ踏んでる感じはないですか。はい、ないです。この車体1600キロぐらいですよね。そうです、そんなもんですよね、はい、この車体であのどでかブレーキだからもうちょっとこうガツンガツンと、そうですね、効くかと思いきや普通に使えます。じゃあちょっと早くもスポーツに、わあ、まだね、これスポーツにしただけで結構豹変しますね、はい、まだバルブ開いてないんです、これさらにちょっとバルブ開けましょうか、はい、マフラー。わあ、もう全然音違いますね。わわわわわ、もうエンジンブレーキの音が全然違いますね。そうですね、うん、あと今サスペンションも今スポーツになってるので、あ、もう一個硬くすると、はい、今これスポーツクラス、もう露骨に分かるぐらい硬くなりました、はい、あ、でもそんな嫌な感じでもないですね、全然乗ってらんないよって感じじゃないですね。めちゃめちゃ快適かっていうとそうではないですけどそうですね、本当にスポーツしてるサスペンション、え、すごい、ていうか車の剛性感がすごい、なんかそうですよね、このサイズの車に乗ってる感じしないですね。でお決まりのスポーツプラスと、はい、あとレースがあるんですよね。レースはやりましょう、はいはい、これいいっすね、まさかこんな楽しいAMG があるとは思いませんでした、ね、思いませんでした、はい、足回りとかも、はい、なんかね、
スリッピーとか、なんかこうスリッピー路面とかに対応するこの、ああなるほど、ね、はい、多分今までこういうのなかったかと思うんですけど、なるほど、ライドコントロールがついてからだと思います。きめ細やかに、はい、戻しとこう。え、この辺もいいっすね。そうですね、めっちゃ使いやすい。ちょっともしかすると慣れるまで少しこう、確かに、はい、ノートパソコンのコツというか、その、はい、慣れは必要ですけど、はい、これに比べたらだいぶ、ね、だいぶ使いやすくなった気がします。バイゼンツよりは早いかもしれないです。はい、メーターも見やすい。ただちょっとですけど、はい、反射が気になります、僕。あー、メーターの。そうですね、はい、私も横からこうやって見てると、はい、結構そのステアリング、はい、ここ映りますよね。悪映りになってるので、はい、あの光沢があるタイプの液晶なん で、 そうです、ね、結構反射気になりますね。これ夜とかだったら多分大丈夫なんでしょうけど、うね、昼間ちょっと日が差し込む向きによっては、ちょっとじゃあ恒例の、はい、危ない、これは危ないです。皆さん、これ危ないやつです。やばい、これマジっすか。でも意外と踏んでっても車安定してるんでいけると思います。これ今ちょっと車のこの前後の挙動がやばい挙動しましたよ、はいはい、やべえ。これちょっと申し訳ないですけど、ここでは、そうですね、あの10分の1も発揮できないです。ちょっとやっちゃいけないやつですね、これ。これは高速行かないとダメですね。そうですね、まず高速。これやばい。ちょっとこのサイズのボディに400馬力行かれてますね。行かれてます。すごい。考えてみたらリッターあたり200馬力超えてますからね。そうっすよね。だってちょっと昔で言ったらリッター100馬力ってこう高性能の、なんていうんですか、はい、ベンチマークじゃないですけど、まあ、リッター100馬力出てればまあまあ高性能だよねって雰囲気あったじゃないですか。です、ね、はい、今やリッター200馬力ですからね。ちょっとすごいです。すごいと。これすごい。これちょっとぶん回したいですね。これだからおそらく、はい、まあ、この車のオーナーになられる方、はい、多分踏んじゃうと思うんですよ。絶対踏みますね、これは、はい、まあ、そこだけは十分注意していただきたいなと思う車ですよ、ね、ちょっとこれは、はい、もっと格上の車と戦いたくなる。そうです、ね、何を戦うのか分かんないですけど。そうです、ね、すごい。そうなんですよ。だってレビューみたいな、なんか DB11 となんか加速変わらないですよね、はい、らしいですね、はい、そうですね、はい、まさか A クラスで DB11 と変わらぬ動力性能っていう。なんか先代のエンジンだと、もともとのそのノーマルのなんていうんですか、あの2リッターのターボのエンジンをこうブラッシュアップして、はい、まあ、馬力を出してたんですけど、今回は、はい、シリンダーブロック、あの別物らしいんですよ。あ、そうなんですか。さらには AMG で手組みしてるそうです。はいはいはい、はい、まあ、そういうのもあって多分421までこう出るようになったんだと思うんですけど。やばいやばいやばい。これはちょっと、あっという間にあの制限速度来ちゃいますからね。出すとこがない、はい、これはちょっと僕ある程度こう、なんていうんですか、乗る前 の、 その馬力のやつとかで、はい、まあまあこのぐらいの加速イメージかなっていう、ね、はい、あったんですけど、はい、イメージの2つぐらい上を行ってましたね。行っちゃってます。これはすごい。でしかもフォーマチックで、なんか100-0もしくは50-50ぐらいまでの、はいはい、そうですね、基本的にフロントにこう動画置かれてますね、メインの四駆のシステムなんですよね、はい、ちょっとあれじゃないですか、いつもの試乗コースじゃ物足んないんじゃないですか。これはですね、すみません、3周ぐらい必要ですね。そうですよね、はい、3周プラス高速が必要ですね。そうですね。これすごい。いやちょっと本当これはね、まずいっすよ。これはいいっすよ。まずもうハンドルいいじゃないですか、はい、そうですね、シートめちゃいいじゃないですか。いいですね、はい、インパネもめちゃおしゃれじゃないですか、はい、とすごいハイテク装備も揃ってるし、はい、エアコンの吹き出しもこう新しい世代のこれじゃないですか。そうですね、はい、である程度こう、なんていうんですか、こう装備の部分をこう犠牲にするかと思いきや、はい、ベンチレーションまでついてるっていう。ベンチレーションがこれ最強だな。そうなんですよ、なんか本当に A クラスじゃないような車。これあれですね、テンション高く乗れる人だったら、そうですね、はい、別にこれ1台でも荷物も止めるし、はい、そうですね、ゴルフも行けるし、はい、まあ、駐車場狭いしこれで行っとくかみたいな、はい、いやいや本当に、まあ、理想はもっとなんかこう G クラスとか、はいはい、もっと人が乗れる大きい車と、はい、こういうちょっとホットハッチ的なのが楽しいかもしれないですけど、
これ装備もこんだけついてて荷物も詰めて、もう言うことないですね。言うことないですね。これ多分なんですけど、ちょっとこうタイトなこのコーナーみたいなところ乗ってもいいし、いや絶対楽しいと思いますよ。極端な話サーキット乗ってっても、はい、余裕で通用しちゃうし、はい、十分楽しみます。多分これだけパワーあれば、まあ、燃費は別にして、はい、新東名みたいなところを淡々と走るのも多分楽ですよね、はい、楽だと思います。これだけパワーあると、はい、でもなんか普通に乗ろうと思えば乗れちゃうですもん。乗れます、全然問題ないですよね、はい。音がなんかやっぱりでもちょっと外で聞いてた時より中の方がレーシーに聞こえますね。レーシーに聞こえますね、うん。これすごい、これはいい車お墨付きいただきました。これいいな、プッチーのお墨付きです。でしかもだってエディションだから限定車ですよね。限定車です、数少ないんですよね、200台ですかね、ちょっとそういうプレミア感もあるじゃないですか。そうですね。うわ、ちゃんとブラインドもついてて。そうですね、安全装備はもう一通り全部、はい、もうメルセデスですから、はい。これいいです、欲しいっす、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。はい、リタオさん毎回聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすればというか、はい、これ今回なんかプロテクションがそうなんです、もう最初から貼ってあるということで、はい、もともとこの前回り、バンパーボンネットフェンダーで、あとドアの前側後ろ側まで貼ってありまして、まではで、あとこのドアモールっていうんですかね、あの下側の部分のこの黒いところまでは貼ってあります。フロント側のですけどね、はい。じゃあよく傷つきやすいようなところは、はい、あらかじめ傷が防止されているという、防止されてますので、はい、あとヘッドライトも確か貼ってあったと思います。貼ってありますね、貼ってありますね、はい、これいいっすね、助かりますね。これ後から貼るとなると結構かかりますね、かかりますので、まあ、この前回りだけでもですので、まあ、新たに貼る必要ないですし、まあ、ちょっとこの、まあ、どうしてもこういうお車なので、まあ、飛ばしたいなって言った方もちょっとその装備石なんかは安心かなと思います、はい。まあ、マットだと磨けないんですよね。そうですね、はいはい、艶のあるグロスカラーだと小傷がついてもこう、そうですね、磨いて消すなんてことできますけど、はい、マットだとそれができないん で、 そうなんです、まあ、あらかじめこうやって傷を防止し、はい、しとくっていうのを、はい、で今回の車はもう最初から貼ってありますので、貼ってありますんで、はい、まあ、お得にそうですね、はい使っていただけるんじゃないですか、はい。でカスタムの提案としてはいかがですか。そうですね、さっきちょっと車紹介していく中でちょっとこのドアハンドル浮いてるよねって話をしてたんですけど、基本的にやっぱりメッキの部分がちょっとこのお車ですとマット系のグレーのお色に黒っていうのが、メインになってますので、ちょっとその辺も合わせてっていただくのがまず一つ目かなと思います。で正直、まあ、足回りだったりホイールだったりももちろんいいんですけど、まずはちょっとこの素の状態を一回乗ってもらいたいんですよ。これはちょっといろいろ乗っていただきたい、はいはい、まあ、市街地もそうですけど、ちょっとまあ峠みたいなワインディングとかもいいですし、まあ、はたまたちょっと高速ですとか、まずそこをちょっと確認していただいてから、まあ、そういった運転性能に関わる部分はいじっていただいた方がよりいいんじゃないかなっていう気がします。そうです、はい、まあ、今回試乗でちょっと街乗りでプーッと乗っただけなんで、はいはい、ちょっとぜひ高速だったりとかワインディングだったりとか、はい、そうですね、いろんなシチュエーションでおそらく楽しめる車だと思いますので、はいはい、ぜひぜひお問い合わせくださいませ、はいはい。というわけで今回はボンドカーズ大宮より AMG A45S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。